発表項目は新型コロナウイルス関係のものが3件、それ以外に5件ございます。まず、新型コロナウイルス感染症関連でございますが、感染が拡大しておりまして、それに対する対応についてでございますが、1月に入りまして、オミクロン株の感染が全国に広がりました。新型コロナウイルス感染者がこれまでにないスピードで急速に増加しております。本県におきましても 感染者は長らく一桁台で推移していたのですけれども1月8日には100人を超える状況となりましたこれらの方の多くは県外への行動歴や県外から来訪された方との接触が確認されておりますまた飲食を伴う会合等において複数のクラスターも発生いたしました年末年始における人々の活発な活動が影響していると思います これらをきっかけに感染の第6波が始ままていいるという認識であります人口10万人当たりの感染者数は12月の16日から去る1月4日までは10万人当たり1人か 0. 数人ということでございましたけれどもこれが1月8日には7.47人9日には11.4人と増加いたしまして 国の評価レベル二の水準となりました。一月十日の病床の使用率は、東部地域の九点九パーセントが最も高く、県全体でも七点四パーセントです。まだ逼迫はしておりませんけれども、今後の状況を注視していかなければならない、という状況です。この状況につきまして、県の感染症対策専門家会議にご意見を伺いました。全員の委員の皆様方から。 評価レベルを1から2に引き上げるべきであるというご意見をいただいたところでありますこの意見を踏まえまして本日から国の評価レベルこれを1から2に引き上げることにいたします評価レベルを2にすることによりまして医療提供再生につきましては11月末に保険医療提供体制確保計画を策定しておりますけれどもこれに基づきまして拡充いたします まずは、現在450床程度を確保しております病床を500床程度まで増加を重点医療機関等に要請をいたします。軽症者等の増加に対応するため、2つの施設につきまして開設準備を進めることといたします。ままずは、8施施施設設設設目目ののの開設準備を進め、た、ま、た新たに9施設目の確保も 進めてまいりたいまた、自宅療養者の増加にも備えまして毎日の健康観察を行う体制も人員の増加を図ります感染者の増加で保健所業務が逼迫度を増してきておりますので各保健所及び健康福祉センターで全所体制をとりますそれとと,ともに明日12日から健康福祉部内の保健師さんなどの技術系職員を中心に 22名を応援職員として派遣いたします。さらに、全庁から68人の応援職員を派遣する準備に取り掛かりました。また、本日付で市長の皆様に保健師の派遣、覚書に基づく自宅療養者の安否確認や食料支援の協力についてご依頼申し上げたところであります。市長の皆様のご協力をお願い申し上げます。今後さらに感染が拡大し、 医療提供体制の逼迫が高まった場合には、まん延防止等重点措置、あるいは緊急事態宣言の適用を躊躇なく国に要請をいたします。えー、感染、まあ、申請をするということでございますが、感染状況を踏まえ、機動的かつ常に先手を打った対応を行い、本県のコロナ対策に万全を期してまいりたいと思っております。県民の皆さんにおかれましては、引き続き基本的な感染対策がございます。 3つの密を回避すると、マスクを着用すると、室内の換気を怠らない、また飲食の際は、富士の国安全安心認証店のご利用をしていただくなど、ご自身、またご家族などを守る行動をお願い申し上げます。その上で、発熱とか倦怠感などの症状が出た場合、速やかに医療機関の打診と外出の自粛をお願い申し上げます。 また症状がなくても感染の不安がある方につきましては、県内現在197か所で無料検査を行っておりますので、積極的にご利用いただきまして、万が一陽性となった場合には、医療機関に受診してくださるようにお願いします。今回のオミクロン株は感染スピードが極めて速いと、でそしてこれまで以上の感染者数と、えー、なっておりますので、 加えて、濃厚接触者も今まで以上に多くなることを想定するということが必要です。濃厚接触者は自宅療養となります。県でも食料品等の提供を行ってまいりますけれども、防災対策と同様でございまして、各ご家庭におきまして、生活自治品の備蓄に取り組んでください。また、事業者の皆様におかれましては、感染者が発生し、濃厚接触者が相当数発生した場合、 2週間の待機となるケースを想定してくださるようにお願いします事業の継続やあるいはまた早期復帰をどう確保していくのか BCP 事業継続計画の確認をお願いいたします特に医療機関や高齢者施設等におかれては医療や介護等のサービス提供体制に支障が生じることのないように今一度点検をお願いいたします、えー これに関連いたしまして、2つ目の発表事項でございますが、今こそ静岡元気旅2、静岡観光促進事業でございますが、これを見直します。県内観光事業を応援する観光促進事業、今こそ静岡元気旅2に関しましては、オミクロン株が全国的に広がり、今後の急速な感染拡大が懸念されておりますので、これ以上の感染拡大を防止するため、 積極的な旅行促進を避けるという観点から、本日、県内がレベル2になりましたことによりまして、静岡県民に対する新規予約への割引を、明日、1月12日以降、停止いたします。併せまして、今回、割引の対象に追加した、えー、隣接県、山梨県、長野県、愛知県、神奈川県の4県でございますが、これら、あ 隣接権の県民に対する割引につきましても、隣接権と調整の上でございますけれども、同様に新規予約への割引を、明日1月12日以降停止いたします。ワクチン、次はこれに関連いたしまして、新型コロナウイルス感染症に関わる3つ目の発表項目でございますが、ワクチンの追加接種に関わる大規模接種会場の設置についてでございます。 追加接種が今後、本格化いたしますので、実施する市長を支援するために、本県におきましても大規模接種会場を設置することといたしました。昨年12月17日に、政府が高齢者等の追加接種の前倒しを決定なさいましたで。本県でもできる限り早期に対応していくことといたしまして、まずは1月末から、具体的には1月31日からですが、 静岡市葵井区の木製会館におきまましして接種を開始いたしますこの木製会館の会場におきましては1月26日水曜日の午後2時に受付を開始いたします詳細は専用ウェブサイトをご確認いただきたいと思います2月に入りまして伊東市 3月には、八重洲市と下田市に会場を検討いたしまして、設置をいたします。このほか、東部および西部地域につきましても、4月以降になると見込まれますけれども、設置に向けて準備を進めているところであります。決定いたしましたらば、即座にお知らせをいたします。大規模接種会場は、追加接種の時期を迎えたすべての県民の皆様が対象です。また使用するワクチンは 武田モデルナ社製であります。交互接種の副反応や効果は同一ワクチンを追加接種した場合と同等であるとされております。一二回目にファイザー社製を接種した方にもご利用いただければと存じます。接種は予約制であります。各会場接種開始の大おおね一週間前から県の接種予約専用ウェブサイトで予約を受け付けており受け付けます。 木星会館、会場におきましては、先ほど申しましたとおり、1月26日の水曜日の午後2時から受付を開始いたします。オミクロン株の感染が拡大する中、重症化のリスクの高い方々には、本県の大規模接種会場の利用を含めて、早期の追加接種について、積極的にご検討くださるようにお願いをいたします。